バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜もバニラスカイよろしくお願いします。後ほどね、2人、まあ、5つ目みたいな感じでございますが、大事なうちの娘のシノンは、ゲストじゃなくて最近レギュラー化してますね。で、そしてゲストっぽいゲスト、サウンドプロデューサーの石井も後ほど登場してくれる予定ですので、お楽しみに。今夜の1曲目はヨコですね。なんかね、最近ね、ラブソング聞くとね、ジンマシンが出そうなんですよ。ちょっとね、何なのかなって思うんですけれども、歌う分には問題なかったのに、歌う時もちょっとこっぱずかしくなってきた。何なんでしょうね、歳なんでしょうかね。というヨコが今夜も甘い甘いラブソングをねお届けしたいと思います。まあ、ゲロ甘いのでお気をつけください。1曲目、ウィントチョコレート、お聴きください。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーンみたいに、君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ。いつもと同じ冬の道、ねえどうしたんだろう。もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに、今信じたんだ。小さな女の子のようで目が離せないよ。僕も知らない、君の香りはどこか宿さなくて苦しい。最後の恋の始まりは魔法の解けた一瞬先に、君のことだけ僕の前に残してた。今まで会えなかった時間さえ。ということで、今夜のゲストっぽいゲスト、今夜もですね、石井、いらっしゃいませ。こんばんは。石井さん、8月27日のようこオフィシャル YouTube と KKB 鹿児島放送さんの公式アプリカプリからの生配信ライブ出演、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。石井、ちゃんとお仕事されてましたね。はい一応ギター弾いてましたよ、ちゃんと。かっこよかった、かっこよかった、かっこよかった、はい、皆さん、あの YOKO ようこ鹿児島で YouTube 検索していただきますとね、石井のかっこいいねギターが聴けますので、ぜひお楽しみに。そしてさ、はい、ああなんか好評でしたね、うん、西福寺というね、鹿児島が誇る、もう世界に誇るね、お寺からの生配信ライブだったんですけれども、こんな場所でっていう、なんか石井さんの SNS はね、うん、神聖な場所で、神秘的で、うん、まあ、僕も個人的にはよくスポーツ選手の、うんうん、ごま行、火を使った ね、 そ う、 ですね、そういうのでよく知ってて、ニュースで見てたので、そうそう、もうすごく有名ですもんね、まさ、うん、パワーここでやるとは、そうそうそう、いやできないですよ普通は、うん、できないですよ ね、 ね、いやね、平成29年なのでもう4年前だったんですけれども、ヨコがね、ごま行と、まあ、奉納ライブということで
歌う機会をいただいたことがあったんですよ、うん、でその時にねこんなところで歌っていいのかな私がみたいなねもう初めて私なんかがって思うようなパワースポットだったんですけれども歌い終わった後にねあーよかっただって私ここでねパワーを受けた分これから発信できるもんと思って4年突っ走ることができましたね、うん、でね久々に気合が入ったんですけれども今回はイッシーさんの素敵なギターと真由美さんのもうねあの素敵なね素晴らしい音色とねピアノと3人で歌とねこう音時間発信したんですけれどもずっとね弁財天様というねもう大きな大仏様七福神の、ね、そうそう唯一の女性の神様で義兄の神様とも呼ばれてました、うんうん、もうね素晴らしかったよかったですねもうとにかくあ先言いかけてたんですけどミュージシャンの方々がさ石井さんの SNS でさこんなところからみたいなびっくりされてましたね、うんうん、もう本当にね、うん、某 NHK みたいな感じ で、ね、素晴らしい映像で、まあ、そうですねあの、うん、もう某 NHK っていう時点で言っちゃってますけど、はいまあ、違うテレビ局でやりましたからね石井さん、はい、だけどね、まあ、あの言いたいことはわかると思います、うん、BS の歌番組とかさなんかそんな感じの雰囲気でした ね。でさ面白いのがさいろんな方がねいろんなことを思ってくださるのは慣れてるんだけど、うん、石井さんのお母さんも陽子さんっておっしゃってね陽子ママなんですけれども、うん、陽子ママがさ石井さん の、うん、あの1時間 そのライブを見てくださって、うん、今年もね来年で90歳ですもんね今年89歳ねそうかそうそう音楽大好きでねとっても素敵なママなんですけれども、うん、そのお母様が見ていらっしゃる時のコメントがね配信を見てくれててそうで、うん、髪の毛が長い今更感がたっぷり何十年もこの髪の毛の長さ見てるだろうみたいなそうそうそう今更っていうのがちょっと面白かったあとあの色が黒いって、まあ、日焼けされてましたから ね、 ですねちょっと夏の、ね、間にね、うんうん、アクティブになったからいいことなんですけどねいいことですよそう歩いたりとかさ、うん、健康管理、ね、適してらっしゃるあ、うん、なんていうんですかです、ね、そうそうケアしてらっしゃるからいいことなんですけれどもまあ面白いわ、ね、ママそうそう髪の毛が黒いってもういや黒いじゃない長いなんてもういつ以来かねまあでもさ、うん、あれでしたよ私も見て石井さん結んだ方がいいなと思いましたもん、うん、やっぱり私と真由美さんが珍しく顔を綺麗に見せてたんですよ、うん、だから石井さんあとやっぱりお寺なので、うん、照明が持っていった機材でも暗かったじゃないですか、うんうん、ある程度広かったしね、まあ、天井が高いっていうのもあったし天井高いしそうだからねやっぱそういうところはね身内は、うんずさずさ言いますからね、うんまあ、とにかく次の配信の時に陽子ママがあ、もううちの息子はかっこよかったって言ってほしいなっていうのがね、うんまあ、一つの課題になりましたねあとさ、今回初めて、うちの娘が配信ライブの時にお邪魔したんですよ、うん、生でねそうそうそう今まではもう配信時間が金曜日の夜8時ということもあってもう学校なのでねいつも生配信を、まあ、テレビ越しに見てくれてる形だったんですよで、まあ、うちの子もねきちんとダメ出しするんです、まあ、ダメ出しって言ったらいけないけど改善点ですね反省点今日全然ダメだったと思ってしょぼんってしてきたのに電話した瞬間よかったねって言われて、うんまあ、聞き返したらあ意外とよかったじゃんみたいなやっぱりほら自分の耳とか体感って当てにならないですよ、うんうん、だからねおシノンはすごいなって思って感謝してたんですけれどもね、うんね、よくいつも聞いてるし見てるしねそうそうやっぱり素晴らしいそう私愛されてるなっていつも思いますね、まあ、だから家族のね出た言葉って、うんまあ、大事ですよね、うんまあ、うちのお母さんだと例えばうん、MC 長いとかもっと聞きたいとかね、うん、曲を聴かせろとか、ねうん、いやすごい嬉しいんですよ短い方でしたよこの間は短くしました、ね、もう時間決まってたのでね、うん、いやてか MC できないけどしないといけないのが私の仕事なんですよね時間がなくてもある程度説明をしないといけない時っていうのがやっぱ生配信ライブは不特定多数の方初めましての方も結構見てくださるのでね、うん、でちょうどいい感じでしたあ本当ですか見たら、うん、あよかった素晴らしかったですよよかったです、うんでね、あと一つもう一つ反省点はね、うん、ずっと耳が詰まってて左耳も、うんうん、そして右耳もだから、ねうん、音程が取れなくてね、うん、どうしようと思ったんですけれども、うん
まあやらないといけないから、まあ、歌ってたんですけどね、うん、まあそういうのはほら MC で言うのを言うわけにもいかないし、あのうちわで後日談でね、そうそうそう、言うのはね、まあでもいやかっこ悪いっすよ。だからラジオだけ、ラジオを聞いてくださってる方しか知らない陽子のなんていうの生々しさ、うんうん、これからもガンガンお伝えしたいなと思っておりますんでね、うん、まあそういうのやっぱりあるんですよ、体調によって、ね、そうだよね、ちょっと風邪気味だったらやっぱり耳がこもったりとかもするし、そうそうそう、こもるとピッチが取りづらかったりするし、そうそう、自分の声がね、うん、体の中で回りまくって、うん、何歌ってるかわからないとかね、うんうん、でまあリハの時からずっと本番もそうだったので、リハでとにかく今になれようと思って、うん、録音したのを聞いたら意外と歌えてた、うんうん、だからあよしじゃあもうこれで突っ走ろうと思ってやったんですけれども、うん、大丈夫でしたね。まあその私の耳もですけど、石井さんの耳も問題でしたね、うん、MC 何も聞こえてなかったでしょ、うん、響きまくって、うん、まあね、上の音と下の周波数が聞こえづらい、もう耳になってきちゃってるので、それはここだけでしか言えない話ですけど、うん、職業病ですよね、うん、そうだけど石井さんは、まあ、音楽作られる上では何にもね影響はないんですけれども、演奏される時も、うん、ただね MC の時私の声が石井さんファン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 みたいなさ、うん、なんか石井さんコメント来てますよよよよみたいな感じになってた時に、そうなんか一つ一つの単語が聞こえづらかったりするの、ね、だってさ、もう石井さんに合わせて話すわけにはいかないですよ、お客様に合わせて話しますから、うんうんうん、にしても聞こえないなら聞こえないで早く言ってよみたいな、もう一言が一通り、はい、はい、どうぞ。聞こえてはいるんですよ、ただ内容がもももももももってこうもごもご聞こえちゃうっていう、てか石井さんそもそも私の話を聞く気がないですもんね。聞く気はあります。昔からもう出会って7年近く経ちますが、もともと聞く気ないですもんね。いやありますよ。いやもうこのね話をライブでするとみんなうんうんってうなずきますから唯一私がお客様をね巻き込んでうんそうだねって言えるのは石井さんが私の話を聞く気がないというところでございます、うん、これからもね分かりますよ、ですよ、これも見えますよ、ということでということでということで、はい、石井さんのかっこいいギターソロもね、あこれピカイチだなっていうのをね、はい、今夜もお届けしたいと思います。お願いします。一番最初に石井さんと一緒に発信しましたファーストシングルよりアンフィニッシュドストーリー、お聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下大切な思いは時間をかけて受け継がれてく、続いてく。何度立ち止まっても
皆さん、イッシーのギターいかがでしたか？ということで、ね、ここから先はレギュラーを、ね、お迎えしましょう。シーナこんばんは。こんばんは。あら、さっきまでのなんかギスギスした感じがさほら、なんか和やかになったがよ、シーちゃん。やっぱり女の子はいいね、イッシーさんね。うん、イッシーさんがほわーってしてるねっていうジェスチャーをしておりますが。してますね。うん、やっぱりね、可愛いよ。女の子はよかよ。女の子、おいちゃんが、ロン毛のおいちゃんがよくないっていうわけではございません、皆さん。ちょっとだけね。ディスってはおりません、愛情表現でございます。いやーね、イッシーさんじゃなかった、あの、シーちゃん、ごめんごめん。はい、シーちゃんさ、はい、この間ライブ聞いてくれて、いかがでしたか？うん、よかったです。よかった。なんか、うん、初めて、はい、あのライブに、ライブを見てて、うんうん、あれ？いつも配信ライブを始めて間近で目の前で見ててすごいなって思ったんですけど、めっちゃ響いて、なんかその場はすごい良かったです。配信をきちんと後から動画越しで見たら、あ、動画越しでも良かったんだって思って。あの、お寺だったので、とにかく天井が高いからね、すごく響いててね。またその響くことが、なんていうのかな、おごそかなね、こう重圧をね、あ、いい重圧与えてくれて、まあ、よかったですよね。ママが気持ちよさそうに歌ってたから、うんうん、いいなと思いました。確かに気持ちよかったですね。あ、そういえばさ、自分も歌いたいとか思っちゃう？あ、はい。おー、いいじゃんね。え、もうこの夏、シノはますます音楽が好きになりましたからね。はい、ね、そりゃそうよね、頑張ったもんね、みんなね、代表金取るまでね。でももう大会がなくなったのでちょっとショックです。そうだよね。で、あの、それで学校の部活動もなくなったので、うん、そうだね。部活のためになんか最近学校に行ってるような感じだったので、まあそうだね、とても嫌っていうか、なんか寂しいし、うん、だよね。また鹿児島は9月12日まで部活動も基本的にはできませんよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、だって9月12日までさ、あの、分分かれてか、ね、分担登校っていうのがありますからね。そう、まあ、みんながね、安全にね、安心に暮らせるようになるためにはね、しょうがないでしょうね。はい、はい、ではですね、しーちゃん、あの、一つしのと話したいことがありました。はい、西福寺のね、あの、エピソードで一つしのとちょっとお伝えしたかったんです、皆さんに。はい、西福寺はさ、星が綺麗でしたよね。あー、綺麗です ね、めちゃくちゃ星が綺麗でね、はい、あの夜何があったんですか？あの夜ですか？私が片付けてる間に、あー、イッシーさんと、そうそう、あ、まゆみさんの旦那さんの、まゆみさんの旦那さんの原口さんが2人で流れ星を見たって言って、うん、そうそう、なんか原口さんが喜んでるのか、ちょっとしょぼんってしてるのかわからなくてどう反応すればいいのかな。そうなんですねって可愛いよね。いや、実はね、イッシーさんとまゆみさんの旦那さんの原口さんは、かつてね、まあ、お二人が20代の頃なのかな、大学の先輩と後輩で、もう20代の頃とかはもうお二人ともね、あの、すごいギタリストでみんなが崇拝してたからこそ仲が悪いんだっていう不仲説まで流れちゃう、勝手にだよ。でもね、二人ともすごく穏やかだし、もう仲良しなんですよ。あの二人が話してる空間って、なんていうのかな、あの、縁側が似合うじゃないかみたいな、縁側っていうかね、もうなんか、あの、壮大な自然の中に二人でコーヒーを飲んでるっていう男っていう感じがね、うん、そうそう。で、それで原口さんと、そこに真由美さんもいらっしゃったんですけど、うんうん、それでその石井さんもいらっしゃって、うんうん、4人でこうやって話してて、ママがいない時に原口さんがいきなり、さっき流れ星見たんだって言って、うん、でも俺と石井さんが2人で見たんだって言ってあ、そうだったのねって真由美さんが言ってて、うんうん、そうなんですねって寂しかったって、なんか言わ、なんて言うんだろう、ちょっと切なかったって言われたので、なんでこんなロマンチックな流れ星見るときにさ真由美さんじゃないんだ、そうそうそうしかも C ちゃんじゃないんだって、ないんだ、あ、石井だったんだって、そうそう、あ、石井さんがね、なんかすごく大きくて明るかったってね。え、本当にロマンチックなね、お二人だなと思いますよね。はい、ロマンチストで
できれば男同士で見たくなかったっていうね、そこまで思うってなんて素敵な、ね、お二人だったんでしょうかね。はい、それをシノンが私に教えてくれた時もめっちゃ面白かったもん。はい、まあ、聞いて聞いてみたいなさ。そう面白かったので、いつもこんな感じじゃないのになんかおって原口さんもね、なんかあの多くを語らなくてね、うん、かっこいいですもんね、うん、まあね、私も配信ライブはいつも原口さんにお世話になってて、だからさ、この間も KKB 鹿児島放送さんと株式会社平野さん映像班でですね、うん、で、あの音響の方は原口さんにお世話になって、とにかくね、一人じゃできないことをね、毎月1回世界中に発信できてるっていう今に感謝だなと、うん、もう今何にもできないじゃん、うん、そしてね、鹿児島の天文館っていうね繁華街なんですけれども、天文館で8月29日と、9月5日この2日間は天文館出前館っていうだったかな、そういうネーミングの組織がありまして、で、あのお米とかお肉とかカップラーメンとかそういうものをシングルマザーの方々や一人暮らしの女性、うん、に無料で配布しますよっていうねことをされてて、おー素晴らしいなと思って行かないとですね。そうですね、まあ、うちもシングルなのでね。ね、でもね、知り合いの方々も結構いらっしゃったので、あ、すごいなと思って、会いに行くだけでもね行きたいなと思いましたね。え、まあ今度は9月5日みたいなので、っていうかもう今日は9月1日で新学期やないですか、しーちゃん。ちゃんと宿題出したでしょうね、全部、はい、出したよね、うん、明日と明後日実力テストですよ、はい、頑張ってくださいね。頑張ります。はい、それではですね、名残惜しいんですけれども、もうそろそろお時間ですのでね、いきますよ皆さん。今日はメッセージがなかったから、もっともっと来週はおねだりしたいと思います。お願いします。はい、バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。いや本当ね、冒頭でも言いましたけれども、めっきりラブソングがちょっともう故障が良くなってきたお年頃でございまして、今お聴きいただいていますビューティフルデイズ、平和を願う歌とかも大好きでございます。はい、こういう歌をねガンガン作っていきたいなという思う今日この頃でございますが、うん、お母さんだから歌える歌をねいっぱい作りたいなと思います、うん、そこの中にね童謡とか一緒に歌いませんしーちゃん。歌います。いいねいいねいいね。じゃあ踊って歌ってやりますか。はい、うん、はいって言いましたからね。では新学期は皆さんらしくハッピーでいてね、子供ちゃんたちはね、はい、そして大人の方々は今を乗り切りましょう、うん、頑張りましょう。おうということで、皆さんも今週もめちゃくちゃハッピーで過ごしてくださいね。シノンもだよ、はい、そしてイッシーさんもですよ、はい、はい、ではありがとうございました。せーの、バイバイハッピー。